実況ガエル俳優の戦国無双サナタマール。さあということで、上田合戦ですね。続きをやっていこうと思うよ。でも今日はね、先に伏線上の方から行こうかな。四国征伐、秀吉による天下統一事業、彼女を探して、チャチャは戦場をかける彼女。彼女っていうとガラシャ的なことかな。あ、次の一手ありますね。手柄は長宗我部元親を無双義で撃破、すべてのミッションを達成、羽柴秀長の体力を半分残して勝利、鳥の国までに勝利ですね。じゃあ早速やっていくケロよ。小牧長久手の戦いの後、羽柴秀吉は徳川家康と講和、本格的に四国平定に乗り出す。中国の雄毛利家はすでに秀吉に臣従していたが、四国を平定した土佐の長宗我部元親は反抗の意を表した。四国が、そして声なき声が俺にささやく。天下人秀吉に抗えと。秀吉はついに四国征伐を決意。軍師黒田官兵衛と毛利家重鎮小早川高影を中心に軍を編成した。大軍をもって攻めかかる羽柴軍、その中に美しく成長したチャチャが密かに紛れ込んでいた。必ず連れ戻すよ。お、チャチャ。強くあらねばならない。初チャチャですね。初チャチャ。ここは忍びのもの行きましょうか。チャチャネネで。頑張っちゃうよ。チャチャネネで行くよ。さあ、どっちも初操作かな。天正15年、羽柴秀吉は四国を支配する長宗我部元親を攻めた。先方は秀吉の軍師、黒田官兵衛が務め、秀吉に従属した毛利家の小早川高影も加わっていた。帝の働きに期待する。お役に立てるよう努力しましょう。ところで、あの姫君は？チャチャ様だ。官兵衛はタイガー衣装版はなんやね、前のやつね。あの方がなぜこのようなところに。知らぬ、勝手についてきたのであろう。戦場には出さぬよう秀吉様に念押しされていたが。さようですか。ここにあの子がいる。あの子がいるよ。いよいよなのじゃな。おったおった。なんなん、バンドなん君ら。バンドやろ。12万、こちらは4万。やっぱりあなたも私が呼ぶ不幸からは逃げられなかったみたいね。時代の波はこの四国をも飲もうとしている。だが俺は抗い続ける。誠実に。懲りない人。いいわ、私は付き合ってあげる。でも藁はも共に戦うぞ。抗うのじゃ、誠実に。ガラシャはお父さんがしたことはどう思ってるんやろうね。なんか面白いものでも見えますか。貴様、先生、島左近とか言ったな。俺に何か用か。いいえ、別に。ただ眉間にしわ寄せて考え込んでたんで、ちょいとからかってみたくなっただけです。なるほど、喧嘩を売りに来たのだな。冗談ですって。本当に頭の固いお人だ。陣狩りを申し入れてきた軍学者だったな。武田で兵法を学んだなどと吹いているようだが、そんな錆びついた軍学が本当に戦で役に立つのか。
錆びつかせないよう、こうしてあちこちで陣狩りさせてもらってるんですがね。仮に使えたとして、主を持たぬ根なし草に何ができる。志のない力など、百害あって一理なしだ。もう素晴らしく嫌なやつやね。まあ、おっしゃる通りですね。初めにお会いした方が強烈すぎたものでね。武田信玄がそれほどのものか。秀吉さんとはまた違った器のお方でしたな。お邪魔しましたね。ああ、そうそう。さっきあんたが見ていたあたりは確かに兵を伏せるのに都合がいい。何？敵も同じように考えるでしょう。警戒しておいた方がよろしいでしょうね。かっこいい。かっこいいよ、柴左近。ギャフン言うたったんちゃうもん。さあ、じゃあ、行きますか。とりあえずはね、もう、今から。守り。ダッシュ、運にしましょう。これとこれでいこう。さあ、じゃあ行くよ。めっちゃ水辺ですわ。四国。あの子は私が連れ帰ります。道を開けなさい。着物で戦うよ。お、すげえ。前線の高松さんを撃破せよ。この上では我らが有利とはいえ、敵も盛況。兄者、夢夢油断なされますな。まあ、とりあえず夢夢油断なされまするな。しかし、役に突出したものが。カツァ、いかんぞ。チャチャが出とるんじゃ。絶対に手を出させてはならんで。お父さんも気苦労が大変ね。これは好機かもしれませんよ。目立つお姫様ゆえ、敵の目は釘付けだ。その隙に敵を攻撃せよということか。どうした？まだおるな。あそこか。全然あれやね。他のメンバーとは火力が違いますな。突っ込んでくる敵がいるけど、誰かを探してるのかしら。ならば師匠、わらわが相手をしてまいる。お、ちょうどいいぞ。わらわちゃんは身を隠して、あなたには切り札になってほしいの。おお、わかったのじゃ。任せるのじゃ。もうガラシャめっちゃ利用されてるやろ。あ、でもあれかな、切り札っていうことにしといてわざと撤退させたんかもしれんな。守るためにね。どうなんでしょう、小少将。不幸を呼ぶ女。お、投げた。それが大爆発。頑張ってるね、立派だよ。いえいえ、ありがとうございます。叶う相手ではなかった。にゃあ、見事なもんじゃ。かっこ悪いな、着物姿の娘に。よいしょ。強くなければ全てを奪われる。あちらの方に動きが。さあ、もしかして向かいます。歓迎してあげるわ。私のトリコちゃんたちと一緒にね。開門。ちょっとみんな集まってくれ。
少将らを撃破せよ。あ、結構撃破せなかやつおんね。よし、覚醒せよ。次の一手、あなたたちに用はありません。下がりなさい。よし、かわいげのないお姫様でこと。いいわ、相手になってあげる。強くなければ全てを奪われる。よし、この辺も片付けたかな。下の方から行くか。ちょっとあの一体気になるもんね。ねね、どこにおんの？あ、ねね、そっちね。バッタ待ち。お、やばいやばい。やばい。こっちの話でした、それは。お、少々肩持ち、もう一人おるね。こっちじゃ。よし、これで一気に削りたいところ。さあ、一気に減ったね。じゃあちょっとこっちを蹴りつけましょう。一気に蹴りをつけたい。なんとネネ忍法。はい。あー、やばい、ひよってる場合ではない。少々、よし、これでとどめいくやろ。よし、めちゃめちゃ危ないよ。もう体力回復できました。さあ、ごめんね、あとは任せるわ。いないみたいね。やはり本陣にいるのかしら。社長は無事なようじゃな。ならば行くで。無事やで。中央に攻め込むんじゃ。させて止まるか。いでよ、スクエア部隊。ちょっと待て。非常にやばいよ。次の一手。他人もまた自分と同じ考えに至りうる。そのことを予想するべきなのだ。よし。なんだ。ちょうど島佐子に言われてたことやけどな。今のやつは次の行ってないとやばいね。怒るほどのこと。
茶の方が身軽でいけるかな。ここは引かせてもらうわ。その武勇あやかりたい。さあ敵を、結構制限時間がそんなになかった。どんどん来いよ、増援。攻撃か。予想以上に手こずるな。この兵が苦戦しては秀吉様に顔向けできん。よし、敵伏兵を背後から襲撃。もう少しひねりを加えると。後ろだぞ。逃げろ。なるほどな。少なくとも錆びついた軍楽ではないよ。これはどうも。志のない力でも役に立ちましたか。先ほどの言葉は取り消そう。惜しいことだとは思うだろう。もうね、自分の考え方が全部やからな、三成はな。おるよね、そんなやつね。よし、500いった。邪魔をして無駄な時間を取られました。本陣に向かいます。援軍進め。よし、秀吉様の力を見せるのだ。ついに来たぞ、天下人。聞け、俺たちの魂の叫びを。開門。バンドか。三成のやつ珍しく熱くなってんじゃねえか。よっしゃー、俺も行く。おったんか。よし、忍びが目立ってどうするのですか、おねねさん。ええやろか。好きにさせん。旗持ちおらんのかな。旗持ちいないとちょっとめんどくさいかな。切札参上。仲間を集めてまいったぞ。元近。お、切札。なるほど、そういうことね。先にじゃあ、お前の反骨魂の輝き、みな引かれ、発奮している。いた。よし。またあんなにはしゃいで、止めます。勝利条件変更。チャチャはなんか真面目なんやね、見た目に。あれされると逆な気がするけど。よし。チャチャではないか。一体どうしたのじゃ。どうしても何もありません。あなたこそ何をやっているのですか。わらわは立ちのために戦っておる。それはいつでも変わらぬぞ。もう変わらずわからないことを無理にでも連れ帰ります。覆す。よし、撃破。すまんな、わしは歩みを止めるわけにはいかんのじゃ。本当にあなたという人は。あ、やばい、鳥の子くなってもうたな。少しおとなしくしていなさい。試してやろう、貴様の維持する力を。うるせ。バンドマンめ。
つまで夢見てんだこのバンドマン。さっさと夢は捨てて就職しなさいバンドマン。よし、ダブル奥義で。よし、とどめ。ぐる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 。お、900人いったか。その時間かかってるわ。優しさだもん。よし。これで四国は収まった。元地か、悪いようにはせん。こうくせよ。パッパン。あー、一個いかんかったか。 SSSC、 火ダメージ食らいすぎですか。あー、食らってたな。食らってたわ。あー、あんまり回復せんかったね。戦利品はいっぱい、でもそんなにやった。秀吉は降伏した元親を滅ぼそうとはせず、長宗我部家は土佐一国のみとはいえ存続した。元親には無念なことであろうが、これでまた皆で穏やかに暮らせるのじゃな。それはあなたは私と一緒に大阪へ来るのです。長長、いいですね。いやじゃ、師匠や元親と別れるなどわらわは。聞き分けのない敗軍のあなたに断る権利があるとでも思っているのですか。いやじゃ、いやじゃ、我らは師匠と。そうね、その方がいい。師匠、秀吉の戦はまだ終わらない。そうなんでしょ。ええ、次の征伐は九州四国攻めに毛利を使ったみたいに、今度は長宗我部が使われる。そんな、ならばわらわも。そんなのはあの人は望まない。私だって嫌よ。師匠、この子が二度と戦になんて巻き込まれないようにする、そう約束できるんでしょうね。善処します。頼りない返事だこと。ま、あなたも立場は微妙そうだものね。女子会やね。ひどい目に遭わされてないか時々確かめに行くわ。まことじゃな。またきっと会えるな、師匠。ええ、きっと。さあ、行きますよ。師匠。これで一つ片付きましたな。こんなものは通過点に過ぎん。秀吉様は必ずや天下を統一される。信玄公も信長公も果たせなかった天下統一か。そりゃこの目で見てみたいものですね。そのために力を尽くそうという気はないのか。秀吉さんに仕官しろと。悪くはない話ですが、ま、もうしばらくは寝なし草のままでいさせてもらいますよ。バカなやつだ。その軍略を無駄に腐らせるなど。あ、認めたな。腐らせるつもりはありません。いずれ叱るべき時が来れば。それではごめん。かっこ
こいいな、しまさこ。さあ、そんな感じで四国征伐、いろいろなドラマがありましたが、無事終わることができましたけど、それじゃあね、また次回上田合戦の最終、上川九州戦かな、これに挑んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認くださいケロ。じゃあねー、バイバイケロ。